帝国となりましたので、ただいまから第75回全国植樹祭秩父市ラッピングバスお披露目会を開会いたします。本日はお忙しい中、また足元が悪い中、お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。で本日司会進行を務めさせていただきます、秩父市農林部長茂木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
して四国市長北堀敦史でございます。よろしくお願いいたします。教育長前野浩二でございます。はい、前野でございます。よろしくお願いします。市民部長千葉由美子でございます。本日はこの素晴らしいお披露目会にお招きをいただきまして誠にありがとうございます。国の伝統ある一大行事である、全国植樹祭が、ここ秩父で開催されること、また、弊社がですね、そのお手伝いをできることは感激の至りにございます。この素晴らしいデザインのラッピングバスが秩父地域をくまなく運行することで第75回全国植樹祭を PR するとともに、この地域にお越しになる皆様、あるいはこの地域にお住まいの皆様に緑豊かな秩父を発信できるものと想定しております。結びにあたりまして、第75回全国植樹祭の成功と秩父市を中心とする地域の市町の今後の一層の発展を記念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。それでは皆様、ご準備の方よろしいでしょうか。それではまず左手でテープについている花ですね、花をちょっとお持ちをいただきまして、まずは髪を開かずにテープに添える形で、これシャッターになっているものですね、添えていただきますようです。じゃあここに一旦ちょっとご自身の時間を取りますので、よろしくお願いします。今正面に向けて、よろしいですか。それでは、お待たせいたしました。私の間で皆様一斉にハサミを置いていただければと思います。それでは第75回全国植樹祭秩父市ラッピングワークス運行です。どうぞ。ありがとうございました。会場の皆様、あさって一度一度方よろしくお願いいたします。それではこれにて。